モモプロレッスン、イエーイ。はい、皆さんこんにちは、かえでです。そして三浦桃子です。そしてエムゴルフ君いちごです。はい、いちごです。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日はゴルフクラブ成田ハイツリーに来ております。今日はですね、モモプロに聞きたいドライバーなんですけれども、うん、ちょっと前にあることを2ポイントで私のフェアウェイウッドすごい良くなったじゃないですか。それをドライバーで教えてもらいたいんですけれども、うん、なぜかと言いますと、次に挑戦するのが白 T から100切りなんですよ。おお、ちょっと大きく出たかなと思ってるんですけれども、うん、今一生懸命振ると右に全部行くんですよ。で、前回のそのちょっと教えてもらったフェアウェイウッドですごい捕まった球が出てたので、うん、ちょっとこれドライバーもやりたいなと思いまして。ウメゴルフ君はやったことある？僕もやったことはあるんですけど、うん、ただもう結構前の動画になるっていうのと、うんうんうん、とはいえやっぱドライバーってそもそも、まあ、一番長いし、うん、ちょっと他のクラブとは違う感じがするし、うん、でヘッドもまあ軽いじゃないですか、うん、そうするとなんか重みが分かんなかったりみたいな、それが果たしてこれで解決するのかっていうのと、うん、これとそうですね、この動きと、うん、一回モモプロの、 あのいつもの豪快なドライバーを見せていただいて、ちょっといいイメージを頭に入れたいなと思いますので、はい、解説プラスちょっと一球打っていただけますか。はい、わかりました、はい、よろしくお願いします。皆さん見てくれたかな、このねダンスレッスン。知らない人はエクササイズをしてるのかなと今日思ってるまあ、ね、この足の動きをしつつね、はい、親指と人差し指を抜く、はい。なんかクラブ吹っ飛んでっちゃいそう。うわ、おー、触れてますな。すごい。さて、やりますせ。はい、はい、うわなんかびっくりしちゃった。どこまで行った？あ、突き抜けちゃった。え、あれ何ヤード？ごめんなさい、あのゴルフ場知らなくて普通に木の方向向いたんですけど抜けちゃった。すごい飛びました。なんか本当に昨日見た映画の銃みたいなスピードで飛んでったパーンってザザザザザザザってなんですね。やばいよし、じゃあやってもらいましょう。はい、楓ちゃんに。特にこっちをですね。そうです、いいですね。で、2つ外して、おお、振れてます、うん、おお、いけるかな。すごい足使えていいですね。よし、いいですね。ちょっと大げさめに足もしっかり、うん、してみます。外して、おお、ちょっと右だけど、まあ、ちょっとね、惜しいけど。でも指がを外してる時の方が、うん、自分が少しインパクトの前にこう握りたくなる感じが今分かりました。あ、ちょっとこう来たいクラブが、うん、こっちから来てほしいんだけど、ちょっとこう指で、あ、こうしたくなる。あ、でも外すとそういう感覚も分かるんですね、うん、ちょっとここが欲しいなって、欲しいなっていう感じが、間に合わせたくなる感じが。おお、ふれてね、いや音がすごいですね。よし、行きます。もういいね。あー、もう、もういいね。あー、もう惜しいな。私が見てて足りないのは、うん、右にもうちょっと乗りたいそしたらモモプロ乗りたい、モモプロ目線でこういう風にちょっと見えるっていうのを。お願いします、はい、本当だ、本当に完全にグッて入ってるよね、うん。足踏みの時にこう伸ばすぐらいグッと入れたいんですけど、うん、まあ、それがちょっとね甘いので、もう少しグッと右に乗るとこれ残せるようになるので叩けるんですけど、どうしてもここに乗り切らないので、伸ばしきれないので曲がった状態だから、ちょっとこういう風に行きたがる体が。あ、右に乗るが弱いんだ。そうです。だから左にもちょっと乗れないというか。そういうことです。そう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 、 これぐらい行ってほしい、はい、もう足伸びるぐらい。そう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 、はい、そしたら多分ね右に残りやすくなった、うん、はい。
確かに左がちょっと踏みやすく感じるかも。右に乗れてないからここだけで打とうとしてるので、それがちょっとアウトからつながってるだけなので、しっかり足が伸びるぐらいまで回してこれれば腰が最後まで捻転できるので、本当にそこだけ右に乗る、はい、そうお尻がね、そう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 、はい、足がねしっかり伸びるぐらい右足にかかれば、うん、杖っぽくはなってないですか？杖はなってないです、うん、はい、おーナイス、おーナイス、これいい、さあね捕まったら距離が出る、ね、おー飛んでるね、キャリーで超えたね、あれ結構いってるかも、すごい、今までは多分左をこうやって頑張るそう、ただポンってしてるだけだったけど、右に乗っちゃえばちゃんとこのちょっと斜めの感覚がちょっと出てきました。足が伸びれば絶対滑りしないです。伸びれば、こうなったらダメなんだ、そう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 、こうストッパーにしといて伸びたらそれ以上いかないので、そう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 、はい、そうそうそう、伸ばして、もっと伸ばしていいよ、もっと伸ばして、だそう、いいね、はい、本当思いっきりやるくらい伸ばして、おおおおお、出た、てかすげー飛んでる、めっちゃ飛んだ、おお今球もめっちゃ良かった、伸びましたね、すごい、こっからは意外ともうなんか無で触れたっていう感じだったので、うんうん、意外としっかり乗ったらこっちにも乗れる、そうですよ、お疲れ様でした、ありがとうございます、もうあの頑張ったような感じが見えます ね、髪型見ても、でもなんかもう一回改めてモモプロのこのテイクバックのとこ見たら、うん、あれそんなにやってたっけってくらい確かにグッてこう入ってましたね、うん、腰がねこっち向くには膝が曲がってたらできないなって、グッとね、あ本当だ、本当にしっかりかかとにグッと、そうですよ、ああそういうことか、でもモモプロ的にはどうですか、楓ちゃんもこうもうちょっとドローって全然いけそうですか、そうですね、あのドローっていうよりもやっぱりその、うんね、体が滑してるかもっていうのがすごくあの怖がっていたので、うん、しっかりねこのまま足を伸ばすだけって、実は足を伸ばすって違う角度で足って伸びないんですよ、滑した状態の角度で膝って伸びないので、うん、そのまま真後ろに伸ばすって実は動いてるようで、多分正面からのこうカメラで見てると全く動いてないはずなんですよ、うん、頭もずっと同じとこにある、そう本当だ、こんなに動いてるの、結構ね自分のね勘違い、全然動いてないですもんね、ここから見てて全然動いてない、なるほど、自分の感覚と体の目で見る感覚って全然違うので、うん、それを合わせていくためにスイングの動画って確認する必要があるので、自分の動きを動画で撮って、はい、それを見た時にえ動いてないって気づけば、うん、それをすぐ取り入れられると思うし、まあ、信用できるから自分の動きを、はい、信用できるためにもちょっとね自分の動きを、ね、動画で見て、うん、本当に動いてないんだって確認できれば、うん、しっかり動きを身につけられるのかなと思うので、ちょっとね、はい、まずはダンスから、はい、忘れないでいただいて、はいはいはい、これ一人でスキップしたんで、楽しく何してるんですかってなっちゃうんで、楽しくなっちゃった、はい、そうですね、まずはこの動きで、はいはい、皆さんも身につけていきましょう、はい、はい、ということで、はい、今回ウムゴロフ君1号が、はい、まあうるさかったかいになってしまったとは思うんですけどいろいろねやったんですけど、でも、はい、かえちゃんにも、うん、僕がこんだけテンション上がる理由分かってくれたのかなと、本当に分かりました、うん、なんかあのすぐ実践できることも多かったので、うん、なんかこれをすごくずっと練習していかないとというものばっかりじゃなくて、うん、明日のコースですぐできそうとかスコアに直結するような、うん、あのレッスンがたくさんあったので、本当にゴルフが楽しくなるなというふうに感じましたし、今回は本当に今までのレッスンと私のレッスンだったと思うんですけれども、うん、ぜひ皆さんの悩みもモモプロにぶつけてみてください、でもまだまだモモプロに僕教わったこといっぱいあるので、はい、
また宣伝してきます、はい、このレッスンすごいぞと。ありがとうございます。勝手ながら、はいはい、モープロのレッスン本当ね、はい、みんなすごいのは分かってると思うんですけど、モープロレッスン代理店、はい、広告代理店でやらさせていただきます、はい、私も売れるように頑張っていきますので、はい、ぜひ皆さんも買ってください、はいはい、じゃあありがとうございました、うん、はい、ありがとうございました。ももプロじゃんけん、じゃんけんポン、パーです。せーの、また見てね。